拉致された可能性が高い。その場合、常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど。それで複数犯ってことですか。ああ。ところで解剖の結果、御子柴の遺体には胃の内容物が少し残っていた。